でしょ、こんな差があるのよ。いやー、基地のない道。ここは沖縄県のある町の農道、とても凸凹です。あの橋からグランドの方に行く、このいます。あの橋すごい、すごい。この金町独自のものです。だからあれも全部軍の運転ですね、基地の運転。一方、別の町の農道、きれいに整備されている上、立派な橋もあります。この2つの道にはとても大きな差が。実はこの違い、基地があるかないかによるものなんです。車を運転しているのは伊波則夫さん、77歳。この男性には忘れられないある過去があります。ここは沖縄県うるま市立宮森小学校。その中庭にはたくさんの千羽鶴と慰霊碑があります。慰霊碑の名前は仲良し地蔵。そこに刻まれているのは児童11人の名前です。今から58年前の6月30日午前10時40分ごろ、平和な学校に操縦不能となった米軍のジェット機が墜落しました。児童11人を含む18人が犠牲となりました。伊波さんは今でもこの事故を忘れることができません。伊波さんは当時小学校の臨時講師と近くの中学の先生を兼任していました。飛行機が落ちる音を聞いたのは中学の職員室で席に着こうとした時でした。そういうのが聞こえて落ちてしまったということは、私はこの電獄の事務所から普通のこう出入り口から出るの出ないですね、窓越えしてすぐ、そこにずっと走って、小学校に到着すると校舎から飛び出してきた先生に女の子を預けられました。その子は全身にひどい火傷を負っていました。また手を引き直して行こうとしたら、もう痛い、もう本当にかすかな声で、痛いよって泣くもんだから、私はおぶろうとした、もうおぶってね、連れて行こうとして、こう自分はかがんでこうやったら、普通ならもうこう乗って自分で下がっていくんですよね。ところがもう全身やけどしてるんですから、もう本当に皮膚はあの時も見てもね、真っ青な形に色をしていて、髪の毛も縮れて、ずっともう上の方にこう巻き上がっている形になって、で背中の方に少しだけ直径5センチぐらいの焼け残った生地が残って背中の方に着してる、でおぶってこうやろうとしたら、この自分ではもうそういうおぶられる力ないのだから、こうお尻を持ち上げようとしたら、もう全部全身燃えてる、焼けてるんだから、皮膚がめくれ上がってね、で手にこびりついて、あ、これはもうおぶできないなということで、また手を引き直して行こうとするって、先ほどの手にこびりついたのは女の子の皮膚でした。事故から随分経った後に女の子の名前がキャン・レイコさんだということ、また亡くなったことを知りました。そのキャンさんのこととかって思い出したりとかってしますか？時折キャン・レイコではないと思うのが、それらしきようなものの夢が出てくる場合もあるけど、たまに時折そういうのがあったりして。それってどんな夢なんですか？どんな夢なの？ただ出てきて、そばに座っているような形とかね、お前誰かって声かけを通すするぐらいの近くにこういう形でいるとかですね、そういうのがあったりする場合も。そうなんですね。伊波さんの後ろにいるのは平田紗友子さん、65歳、彼の妹です。事故当時宮森小の2年生でした。運よく助かったと語ります。事故から60年ほど経った今でも飛行機が怖いと感じます。いつもよりやっぱりテイクしてると、やっぱりもう目がクラクラってするんですよ。
で小学息子が小学校1年生2年生ぐらいだったのかね。なんでお母さんは、ね、飛行機になったら落ち着かないんだって、なんでとかって言うから、自分自身の中でうち上川で飛行機のあのが上通るんですね。だから非常にやっぱり怖くて、いつ落ちるか何か分からないから、今家で何かがあった時にはどこに私はいた方が安全かなっていうのをとっても考えるんですね。お家の柱の方、柱はこちらにあるね、ほらもう壁に隠れて柱って見えないですよね、お家では。この辺が柱だったらここの方にいた方が安心ですよっていうことで、自然にそういう思いをずっとしているのかなっていうのがあります。小学校を歩いていると2人は懐かしい人に出会いました。石岡光雄さん66歳、紗友子さんの同級生です。今も沖縄の上空を飛行機が飛ぶ状況について聞いてみると、ねえ、いずれまた飛行機落ちるよ。その言葉の通り、宮森礁の事故の後も米軍機は沖縄に墜落しています。2004年8月13日には沖縄国際大学にヘリコプターが墜落する事故が発生。2016年末までに米軍機関連事故は沖縄県内で709件起きています。しかし多数の事故が起きているにもかかわらず、沖縄から基地がなくなることはありませんでした。沖縄には依然として多くの基地が存在しています。基地があるがゆえに、このさっきもあの秀吉の男が言ってたでしょ、ね、また撃って、またも落ちるよって言ってさ、これはもう過言ではないわけよね、一つの予言みたいなもん、さっきの言うのは、だからいつどこで落ちるかわからないけども、これはもう落ちないとも言えないしね。その予想は沖縄国際大学への墜落事故として現実となってしまいました。その時どう感じたのでしょうか。非常にもうこんなことを皆さんの前で言うことも、自分の口から出すことも非常にあの不利尽なことだとは思うけど、ああやっぱりまた落ちたかっていう気持ちの中に、あ、少しでも私たちの気持ちをね、何か理解してくれる人が少しは増えたのかなっていう思いで、あのニュースを見たんですよ。墜落事故がこの先起きないということは難しいのでしょうか。あのやっぱり二度と繰り返したくないと思っていても、今の現状では二度と繰り返してはいけないっていうのはあくまでも私たちの夢であって、やっぱりそういったことってまた起こったっすよねっていう、なんか知らしめっていうのかね、だからやっぱり基地があってはいけないっていうのもね。基地に反対の考えを持つ一方、孫たちにその考えを簡単に伝えられないのが現状です。長女の旦那は軍雇用員なんですよ。で要するに車にオスプレイ反対のこんなステッカーを今は外してあるんですけど、貼ったりしてる時にはあれ何ねって言うから、オスプレイっていう飛行機はこういう飛行機だからない方がいいよとか、そういった辺野古基地のあのこととか話していたら、じゃあ自分のお父さんたちは嫌いなのっていうのね、嫌いじゃないよ、やっぱりアメリカ人全てが嫌いなわけじゃないし、基地が嫌いで戦争が嫌いなだけだから、でそこに働いている人たちの生活をお父さんたちは、ね、やっぱり人みんな生きる権利があるから、それたちの生きる権利をアメリカ人のね、そういったのを守っているだけだから、あなたたちは決して悲観することではないよ、でもお父様はそこでは働いてるけど自分たちはやっぱり戦争は嫌いだとかね、そういったのをはっきり言える人にならないといけないよっていうことで、孫たちにはもうそれしか伝えることができない、もうこれも私が
子供たちに伝える精一杯の、あの努力かなと思ってるんですよ。生活に基地が根付いてしまっている沖縄、その現状がある以上、子供や孫に基地がダメとは言えません。ダメっていうことを子孫には言えないのが沖縄の現状なんですよね。生活があるっていう。だからもうこれ実際に自分がね、戦争が始まって、それを戦争っていうのを体験しない限りは、あの孫、今の若い子たち、子孫もね、そういうことは本当にこう自分たちが、自分たち自身でダメだということは言えないわけですよね。まあこれ自分たちの願いとして、沖縄県民が基地は容認していても、やっぱり全県民が戦争というのは怖いよ、戦争はあっていけないよとかね、そういう気持ちぐらいは持ってほしいなというのは。いつか米軍機が沖縄の空から消えていなくなることを伊波さんは願っています。